皆さんこんにちは。今日はねちょっと久々のホテル泊まりなんですけど、旅館か。ちょっと今までの息抜きとしてちょっと新宿にあるゆえんっていう温泉旅館、ゆえんというところにやってきました。マジでこうずっと行きたくて、なんかインスタとかでも結構ずっと見てたところだったから、本当にやっと行けてマジで嬉しいです。今日はねちょっと今日は休みだったから、まあ明日仕事なんですけど、ちょっと早めにチェックインしてちょっとゆっくりしようかなと思ってきました。で今日はなんか結構いろんなお部屋のタイプがあって、まあ夕食とか朝食、つけるつけない結構値段も変わってくるんだけど、今回自分が泊まらせていただいたのはと高層階の、まあ、朝と夜ご飯どっちもついてるやつで、マジでこの高層階だとこの部屋から外が見えるらしくて、下の方だと外が見えない部屋になってて、いろいろねタイプがあるから全然いろんなの選べていいと思うんだけど、今回はねめちゃくちゃいい部屋に泊まらせてもらいました。マジでね天気が良くて本当に良かった。いつもねなんかね自分が出かけるとき大体雨とかね曇りだから本当に心配だったけど、天気が良かったおかげでね景色がねめちゃくちゃ良かった。ちょっとね早く行ったから夕焼けとかも見えたし、夜とかもねすごいまたね楽しみだなと思って、これはねちょっと時間が経ったあっときの景色ですね。本当にねめちゃくちゃ良かった。本当に今日はね18時半からご飯だったから、1階の受付越えて先のところにねこの飲食のスペースというか、なんかご飯出してくれるところがあって、ここで今日はご飯を食べます。マジでねこのビールの器が本当にマジで可愛かったし、すっげえ美味しかった。なぜか本当に料理がねマジで死ぬほど美味しかった。もちろんねこのご飯ついてないプランもあるので全然そっちでもいいと思うんだけど、まあでも温泉の気分も味わえるし、本当に、まあ、ご飯はつけた方が個人的にはいいと思う。で、ね、屋上っていうか18階に温泉がついてて、これもね露天風呂もついててマジで良かったです。普通のめちゃくちゃ大きいっていうわけではないんですけど、普通の中の大浴場と露天風呂が分かれて、で露天風呂からだと夜景が見えました。マジですごい良かった。ここはねあのお風呂出た目の前のなんつうの大きい窓なんだけど、こっからもね夜景見えて、なんかアイスとかも自由に食べれるなんかサービスがあった。いや本当に明日仕事っていうのがマジで憂鬱だけど、ちょっととりあえず明日の風呂のためというかもう明日が来ちゃったんだけど、早く起きてちょっと朝風呂入りに来ました。また朝もねめちゃくちゃ寒かったけどマジで気持ちよかった。朝から温泉入るのいいね。特に露天風呂があるところはマジで今日も頑張ろうって思えないんだけど、まあ、普通にまあ仕事だから行かないといけないから、ちょっとね早く出なくちゃいけなかったけど、でもこの後確かなんか朝食もなんか時間選べるんですけど、自分が8時からの時間にしてちゃんとご飯食べる前に風呂に入って、まあ、スーツで出勤なのでスーツに先に着替えてこれからご飯を食べようと思います。てかマジで2日目もマジで天気がいい。てか部屋からのね景色がね本当にいいからね、マジここ泊まるなら絶対にあの高層階にした方がいい。本当にまあお金はい、これからねちょっとご飯を食べに行こうかなと思って、朝食だとこの朝食券を持ってあのご飯行かないといけないらしくて、とりあえずねちょっとお腹が空いてるんでご飯を食べに行きます。このね旅館の朝ごはんってマジでいいよな。本当になんか和食自分普段あんまり食べないんだけど、まあ、こういうとこならではっていうか、こういうとこ来ないとねちゃんと朝ごはんでこういうの食べないから、マジでいい機会だなと思ってご飯に2杯食べちゃいました。なんかこの後にお茶漬けとかいろいろねあるからマジで良かった、美味しかったです。
まあそんなこんなで、まあ温泉の僕の息抜きタイムが終わってしまったので、これから温泉じゃなくて仕事に行きたいと思います。みんな最後まで見てくれてありがとう。さよなら。